日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。6月7日、一般社団法人海洋文化創造フォーラムは都内で海と灯台の町会議を開催しました。灯台は150年以上航路標識として海の安全を守り続けてきました。そんな歴史ある灯台の今後の存在意義や新たな価値の創造をテーマに、自治体、企業、団体関係者が集まり、調査研究の成果や取り組みを発表しました。和歌山県の灯台をホテルとして活用することを目指す事業者は、串本町に2つ灯台あるんですが、どうしてもついでに寄るところに今なっているような印象があります。魅力的な宿を作ったらですね、目的地としてその地域に訪れる人が増える、その灯台を訪れる人が増えるというようなことを確信を持っています。いろんな事例が今回も出てきたと思います。でこういったものを自分の地元に帰って、この灯台と海、人との関係というものをしっかりと見据えた上で、どういうふうな形で灯台を生かしていくのか、まちづくりしていくのかというところに生かしてほしいというところがまず一つの目的であります。灯台の未来ということを考えていくと、日本だけではなくて世界に広がっていくような形、こういう展開も次には考えていきたいと思っております。海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。